上村幸子近衛。上村幸子は、日本の女性アニメーター、イラストレーター。開始専門職大学アニメ漫画学部学部長、教授。東京ムービーを経て、現在はフリーランス。大学、専門学校の講師としても活躍している。文化庁、メディア芸術最新サインや、ウォルトディズニーアニメーションジャパンの講師を務めるなど、日本を代表する女性アニメーターである。 新潟県出身。以前は、アリオン、風と木のし、ヴィーナス戦記と、安彦義和監督作品に参加することが多かった。そのため、よく安彦の弟子と語られることが多いがこれは間違いで、ある。もともと上村は、東京ムービー系のスタジオイルカ所属である。安彦との初仕事もアリオンであり、プロデューサー経由で、キャッツアイの原画を安彦に見せ、参加を認められた。 そのため、アリオン以前に安彦との関わり合いはない。安彦は、アリオンでの上村との出会いについて見せてもらったら、めちゃくちゃうまくて、この人は返しちゃダメだ。って、いやもう、カモがネギを背負ってきた感じで、そういう人はちょっといなかった。と語り、また当時アリオンの制作は逼迫しており、スタッフが薄い。 上手い人がいないと不満に思っていた時に上村と出会ったため、いきなり大黒柱ですよ。面倒なところはみんな上村さんにやってもらっていた。とのこと。現在は絵コンテ仕事がメインである。姉を肌で顔が広いと言われている。血液型 A 型。夫はアニメーション監督の小玉健治である。ありがとうございます。